ジャーナリストでテレビキャスターの金平重則さんです。金平さんどうぞ。もうお一方、アワープラネット TV 代表の、白石はじめさんです。白石さんどうぞ。はい、それでは、今日お二方どうぞよろしくお願いいたします。はい、では早速メディアの現場でお仕事をされているお二人がこの映画をご覧になられた感想からお伺いしたいと思うんですけれども、まず金平さん、今日そちらでご覧いただきましたけれども、いかがでしたでしょうか。まあ大体僕が想像して、知らなかったんですけど内容ね、はい、知らなかった、はい、今日初めて見たんですけど、まあ想像した通りの映画で、はい、その映画の中でメインストリームって言ってましたですけど、まあ規制メディアとか主要メディアがまあターゲットになってると、はい、何やってんだっていう話ですよね、はい、でこれはアメリカの話として描かれてるんですけど、はい、それ別にアメリカだけの話じゃなくて、あらゆる国で今メディアがおかしいじゃないかっていうね、そういう問いかけがなされてるっていうのは、日々感じてることで、ここに来るまでも感じてましたし、はい、私はここにいるのは多分キムなんとかさんが殺されたっていうので、みんな日本のメディアがわーっと殺到して、あそこの国が大騒ぎになってるっていうのを、ま、免れたからここに座ってるわけで、つまり、メディアっていうのはその日その日の、今日出てきた中でいうとセンセーショナリズムっていう言葉がありましたですけど、はい、そういうものに翻弄されながらその中で、日々、扱っているという、生きている動いているというようなことがあるんですけどね。ただ、はい、まあ今日の話で言うと、僕はここの映画が作られたつい最近ですよね、これね、はい、で今もっと悪いと思いますね、はい、うん、ここからもう一段もっと悪くなってってるっていうか、だから古い感じがするんですよ、これ見てると。それは多分トランプっていう人が登場してきてですね、でメディアとそのいわゆるメインストリームのメディアとトランプとの関係っていうのがこの時とちょっと変わってきてしまって、でそれに引っ張られて日本のメディアはもっとひどいことになってきたっていう、そういう印象を持ちながら見てましたですけど、また後ほど、はいはい、それでは、白石さんのご感想をお聞かせくださいますでしょうか。はい、アワープラネット TV の白石と申します。今 の金平さんのお話とはちょっと全然ちょっと違う角度で、私は久しぶりにこういうタイプの映画を見て思ったのは、まあ、これ本当に、まあ、メインストリームメディアの批判で、そして、まあ、オルタナティブメディアの存在について、まあ、言及しているものなんですけど、アメリカやカナダの映画ですとこういうタイプのものっていうのは比較的多くって、で今回割とホットな形で日本で配給されるっていうのはおそらくこういうタイプのもの初めてなんですけど、古くは例えば1992年にカナダやアメリカでは公開されていた日本名だったのチョムクスキーとメディアというタイトルなんですけれども、現代はマニュファクチャリングコンセント、合意の捏造ってこの映画の中にも出てきますよね、はい、あれ1992年の映画 で、あの映画はとっても長いんですけど3時間近くあるんですけれども、日本に来たのは2000年半ばぐらいで、同じような作りでやはりメインストリームメディアを批判している。でこれとは別に FOX っていうまた4大ネットワークの中でも、まあ、割とひどいということで有名な放送局ですけれども、そこのアウトフォックスっていう映画がやはり2000年代にあって、これは日本では公開されてない映画なんですけれども、はい、うん、この映画はフォックスがいかにそのイラク戦争にフォックスが導いていったかっていうのを、フォックスがを辞めた記者たちが自分たちの内情を暴露するという映画なんです。で今回もそうなんですけれども、日本でこれがすごいできないっていうか全く違うっていうのは、放送されてるものを全部使ってるんですよね。その映画って半分以上
自分たちが撮ってるわけじゃなくて、はい、放送されてるものを編集して、うん、それを批評的に見せて現実と対比させたり事実をこう見せると。で、論文とかっていう形でしたらそういうことができる、新聞批評みたいなものはそういうものあるわけですけど、日本の場合やっぱりあのテレビをこういう形で使って映画にしたり見せたりっていうことができないという意味では、カナダやそのアメリカでは既存のテレビを映画の半分ぐらい使って映画を作っちゃうと。で、作ったことによって現実をこういうふうにメディアがなってるでしょっていうことを人に見せることができるという意味で、こういうことがそのできること自体というか、逆に言うと日本ができないということ自体に非常に大きな差を感じてですね、まあ、今回さっきあの金平さんがおっしゃったようにトランプが出てきて、だからこそね、こうなんか今やあの本当にポストトゥールスとかって言われて、その嘘をついてもバレないっていう中で、でもそれをきちんと暴いていくっていうことをやりやすいわけですけど、そういう意味でなんかこういう映画がね、あのちゃんと10年とか5年ごとに出てきて、で今もうすぐにホットに出てきてるっていうことに対して、まあ、あの非常にこう、まあ、羨ましいというか、ある意味あのこうやって今回は日本で見ることができるっていうことについて、あの非常にあの貴重だし、まあ、多くの方に見ていただけたらいいなという印象を持ちました。はい、ありがとうございます。あの日本とアメリカのジャーナリズムで異なっている点をちょっとお伺いしたいと思うんですけれども、金平さんは TBS テレビでワシントン支局長ですとかアメリカ総局長を歴任されていらっしゃいますので、あのアメリカに長くご滞在されていらっしゃいましたので、アメリカのジャーナリズムの状況もよくご存知だと思うんですけれども、この、 あの劇中であの NBC のケーブル局のキャスターだった人がちょっとワシントンに対してあの批判的なことを言ったら上層部から圧力がかかって辞めさせられた、あのジェンク・ユーガーという人が出てきましたけれども、ああいったことを見るとあの日本でも最近記憶に新しいあのキャスターの交番劇が去年続きましたけれども、アメリカも日本もあまり変わらないのなっていう印象をこの映画を見て受けたんですが、金平さんからご覧になって、そのアメリカのテレビ局と日本のテレビ局の異なっている点というのは何かございますでしょうか。これ全部で何分あんでしたっけ。はい、ですね、あの一応10時までの予定なので、あと40分、あ40分あるのか、はい、じゃあ大丈夫だな。はい、あんまり堅い話するときっと皆さんもう夜遅くで、はい、そうですね。日本とアメリカの両方を見てきたって言ったって、僕は日本人なんで、まあ、向こうは客人扱いで向こうにいただけてね、いつか帰るだろうみたいなことを考えながら、大体日本の特派員ってみんなそうで、指折り数えながらあの仕事してる人とか、あるいは向こうに行っても日本人としか会わないとかね、そういう仕事してる人たちっていうのは大体多数なんですよ。英語も下手ですし、ね、でそういう人たちがほとんどいる中で、そういう人間が見たアメリカって言ったってほとんど日本を投影しながら見てるみたいなのがあるんで、はい、日本のメディアジャーナリズムとアメリカのジャーナリズムって全然その基盤が違うというか、まず、きちんとした個人主義とか表現の自由とかそういうものについての意識があるアメリカっていうふうに僕は思ってたんですよ。はい、で日本は戦後まではほとんど日本のジャーナリズムの出発点というのは8月15日ですから、それまで大本営発表で嘘ばっかりついてたっていう、それに対しての反省ということで戦後のジャーナリズムというのは生まれたっていう建前でやってきたんですからね。それ以降のその、ジャーナリズムのありようということで言うと、根本というか立ち位置がまず全然違うんだと思うんですよ。はい、で、やっぱり日本ってすごく平たい言葉で言うとですね、集団主義、会社主義、我が社主義、そういうものを守るために、朝日新聞は朝日新聞という社のためにが記者は頑張ってるし、読売新聞はそうだし共同通信もそうだし、つまり、我が社みたいな、
そういうところで仕事をしているんですけど、アメリカのジャーナリストはやっぱりそうじゃないですよね、自分のためですね。で、自分は何のためにやってるかというと、さっき言ったジャーナリズムの精神みたいなのは、みんなここ違うんですけど、それは多分社会の成り立ちが違ってて、個人っていうものがしっかり確立されてる社会と、日本ってやっぱり村ですから、で横見ながら仕事してるとか、他と違ったら困るとか、そういう価値観のベタっていうところで生きてきたみたいなものがあるっていうのは、それは多分公式的な、大体僕じゃなくてもみんなが言うような話ですよ。でもっと言うと、日本っていうのは官村民脾って言って、お上の言うことが偉いんであって、民の言うことっていうのはそれよりもニュース価値が低いみたいな。だから官庁の発表とか、警察の調べによりますととか、東京地検特捜部はとか、菅官房長官はとかっていうのが偉いんですよ、ニュース価値がある。で、民が例えばここでアップリンクの討論会で彼がこういうことを言いましたなんていうのは低いんです、ニュース価値として。で、民の言うことっていうのは市民団体とか、それからもっと言うとデモ、デモなんかやるやつっていうのは、デモで表されている意思表示とかそういうものっていうのは、お上が発表するものに比べると価値が低いっていう、そういうものすごい強い、価値観っていうのが日本のメディアにもう染み込んでしまってて、つい最近の実例を言うとね、僕はこの間トランプの、イナギュレーションっていう就任式の取材してきたんですけどね、まあそれはそれなりにとてもユニークな、ユニークというかこれまでにないような就任式だったですよ、ね、それはそれでいいんだけど、実はもっと大きなニュースっていうのは、僕は僕の基準で言うと翌日のウィメンズマーチですよ、女性大行進ってすごかったですよ、僕あんな見たことないですよ、昔のワシントン大行進っていう、マーチン・ルーサー・キングが I have a dream 演説をやった時なんかよりももっともっと人がいて、みんなワシントン中がもう人であふれ返って身動き取れなくなるぐらいになって、でそれは多分こっちから言ってる記者たちはみんな見てたはずですよ。ところがイナギュレーションは大々的に放送するけども、そのウェメンズマーチっていうのは、まあ土曜日だったっていうこともあるんですけどね、しないんですよ。デモなんですよ、たかが彼らにとってみると。もう僕はがっかりしましたですけどね、あれ画期的な歴史に残るような、女性大行進、もちろん男性もいっぱいいましたし身動きが取れなくなるぐらい。でアメリカ全土でいうと470万人がそれに参加したんですよ。ところが日本のメディアはそこに対してすごい冷たくてですね、これ本当の話ですけど、 NHK とかフジテレビとか日本テレビはですね、トランプ新大統領が CIA の本部を訪問しましたっていう発表ニュースをずっとトップニュースで流してたんですよ、つまりそのぐらい違うんですよ、官村民脾っていうのはそういう意味ですけども、でそういうふうに、つまり個人っていう立場で、物事を報じている社会と、それから社とか全体みたいなところで報じている仕組みの違いっていうのがあるんですがね、でアメリカは僕はいいというふうに思ってたんですが、それが今音を立てて崩れ始めている。でそれはさっき古いって言った意味はそういう意味で、トランプ政権になってからですね、トランプがメインストリームのメディアを攻撃し始めて、でツイッターをやってですね、記者会見をパスして、つぶやきでみんな世の中を指先でこういうふうに動かすみたいな話になって、皆さんが記者だとするとですね、質問しても、報道官が答えない。それから CNN とのやり取り皆さん覚えてると思うんですけど、お前はフェイクニュースでお前なんかの質問に答える必要ないみたいな形、そんな状況になってるっていう。だから僕は今さっき信じてたようなアメリカの、つまり、個というものに立脚した、健全な、まあ建前で言うとですよ、健全な、ジャーナリズムと政権のありようみたいなものが今音を立てて崩れてきてですね、それを拍手喝采している新しいネットメディアとか、オルタナメディアとか、今オルトライトっていうんですが、オルタナティブライトですよね、今トランプ政権のメディアのありようを表す言葉で一番、これは分かりやすいんですが、ポストトゥルースってさっきおっしゃってましたですけど、ポストトゥルースっていう、つまり、真実、事実っていうものが状況を決定づけるんじゃなくて、感情とか受けとか
さっきセンセーショナルみたいな、つまり面白いとか面白くないとか、ストンとくるとか、いいじゃないみたいなもの、その感情が世の中のことの決定的な要因になるっていうポストトゥルースっていう言葉と、もう一つはオルタナファクトっていう、オルタナティブファクトっていうのは、これは政権の大統領の顧問が言ったんですからね。これは 何を言ったかっていうと、イナギュレーションっていう就任式の観客数が史上最高っていうふうに、ホワイトハウスの報道官が言ったんですよ。それ嘘ですよ、明らかに。僕らは取材しててスカスカなんですから。8年前のオバマの時はとんでもない数が来て身動き取れなかったんですよ。で、航空写真見ただけで分かるんですよ。その時に史上最高って言った時に、皆さん記者だとしたらみんな嘘だ嘘だっていうふうに言った時に、その翌日にですね、大統領の顧問の女性がですね、コンウェイっていうんですが、彼女は何言ったかというと、あなたたちが言ってるのも事実かもしれないですけど、私たちが言ってるのもオルタナティブファクトだって言って、私たち版の事実なんですから、何悪いのよっていう。ってことになるとですね、真実とか事実っていうものを伝えることを基盤にして、僕がやってきたようなその仕事っていうのが意味をなさなくなるんですよ。だって嘘でいいって言ってんだからね。嘘でいいんだよ、何も悪いわけっていう、つまり事実じゃなくてもいいみたいな話になってて、それが今アメリカから起きてきてるんですよ。で、それってもう相当大きな変化だというふうに僕は思いながらいるんですがね。じゃあその様子を見てアメリカがこんなになっちゃったみたいな形でアメリカのことを非難できるか笑えるかっていう話になった時に、僕はそう思わないですね。日本のがもっと悪いと思いますね。おとといか、NHK のニュースウォッチ9っていうのを見てたんですが、月曜日だな。で、そこにですね、アメリカから帰ってきたばかりの我が国の首相がですね、冒頭から32分間ずっと出続けて、その成果についてずっとキャスターと、それから解説委員、女性の解説委員という人がですね、ずっと32分間にわたって、で、限られた時間の中の32分間それを使ってたんですよね。どっちが悪いかなというふうに思って、僕はアメリカみたいに、その緊張関係があって、そこについてかなり、まあ記者会見なんかするとものすごい緊張関係があるから今言い合いになってるんですよ。昨日もなんかもフリンっていう大統領補佐官が辞任する前の時の記者団とのやり合いとかすごいですよ。もう喧嘩腰ですよね。で、そういう緊張関係があるのと、帰ってきたばかりの首相を迎え入れてですね、32分間ずっと独演会やらせるようなメディアの緊張感のなさの状況とどっちがマシなんですか。だからそういう意味で一番最初に申し上げた、僕はもっと悪くなってるっていうのは、アメリカも日本ももっと違う意味でもっと悪い段階に一段進んだなっていうふうに僕は思ってますからね。ごめんなさい、長くなってすいません。この映画を見ると、少なくともただ独立系メディアが日本に比べてアメリカでは機能、デモクラシーナウをはじめとしたインディペンデントメディアが機能しているんじゃないかという印象を受けたんですが、白石さんはそのインディペンデントメディアの在り方がアメリカと日本でどう異なっているというふうにご覧になってますでしょうか。そうですね、2010年にちょっと、まあ、ニューヨークしか行ってないんですけれども、はい、いくつかの、まあ、オルタナティブメディアとかコミュニティメディアとかそういうようなところを、まあ、見てきたりしたんですけれども、はい、なんて言うんでしょうかね、やっぱり日本の場合とてもメインストリームのメディアが大きいんですよね、規模が。でも、もちろん向こうも4大ネットワークっていうのがありますけれども、やっぱり日本の場合は系列化していますし、記者クラブなんかもあって参入障壁もあって、まあ、非常に巨大ですよね、一個一個のメディア、まあ、NHK で言えばBBC と並ぶぐらいの大きさもありますし、まあ、他のメディアも新聞で言えば、ね、読売新聞も世界最大の新聞社でありますし、そういう意味ではそのまずメインストリームメディアがとってもパワーがもう部数とか半端なく多いし、まあ、見てる人たちも多いっていう意味で、まずそこがこう大きいっていう中で中間がないんですよね。でガッとちっちゃいメディアがポロポロと
あるっていう形で、なかなかそういう意味では、まあ、先ほどちょっとね記者会見の話なんかもしましたけど、もうまず相手にされるだけでとても大変で、やはり向こうだとフリーランスであったり個人で仕事をしていればある程度対等にお話ができます。特に官僚とかですね、いろんなところで取材できますけど、我々が話できるところまで持っていくのは本当に大変で、もうとにかくあらゆる工作をしないと普通に取材がまず拒絶されますから難しいわけですよね。土壌に乗るだけで一苦労っていうのがもちろんあります。でさらに言えば、すごくこう地道に時間をかけて調査報道をしていって、何か例えばいいものを出せるということになった時に、向こうだったら例えばその訪問したところの一つにプロパブリカというですね、ピューリッチャー賞というまあ有名なジャーナリズムの賞を繰り返し取っている小さい団体、30人ぐらいのスタッフというか記者がいて、できたのも新しいし、皆さん大手のメディアを辞めた方が多いんですけれども、そこなんかはオンラインしかメディアがなくて普段寄付だけでやってるんですけれども、調査報道で何か大変なものをまあ取材して記事に出せるとなると、自分たちのところのオンラインでも出すんですけれども、例えば大手 そのニューヨークタイムズとか、そういったロサンゼルスタイムズですか、まあいろんなその他の大手のメディアも一面トップとかで掲載していくんですよ。つまり通信社のようにそれをまあなんていうかな、紙面に載っけていくと。で日本だと実は通信社の仕事だって大手の例えば新聞社とかが大きく取り扱ったりしないっていうところが、ちょっとなんか純潔主義っていうか、さっき金平さんがおっしゃった通りに会社会社で取材してて、みんなが会社で同じことをわーって取材するみたいな感じなんですね。で少しそのアメリカとか他の国とのあり方が違うのは、通信社が何か大きい独自のまあ取材をしてくれば、他のメディアも掲載したり番組で放送したりしていくわけです。だから例えばウィキリークスのようなものとか、あるいはそのスノーデンとか、新しいなんていうかメディアとか個人とか、まあ、新しいスクープがあれば大きな大きなニュースになって、それをみんながこう継続報道したりですね、していくわけですけども、日本の場合はですね、取材できなければいつまでも報道しないんですよね、ある意味。だからそういう意味では小さな小さなオルタナティブなメディアも、例えばそういうふうに他の自分たちは小さくてもいろんな形でインパクトを、社会にインパクトを与えると、で与えていくうちにもちろん社会的にも地位が高まったり、取材なんかもしやすくなるっていうような、こうある程度循環しているというか、いろんなこう交流があるなっていうのはありまして、日本の場合はどんなにやって、 NHK の方とかに例えばアワープラン TV でこういうのやってて素晴らしいなってなっても、どうやってまあ最終的には私たちが半分ぐらいまで取材したものをどうやってそれを分からなくして NHK スペシャルに持っていくかじゃないんですけど、協力はするんですよもちろん。でもいつあくまでもオルタナティブが取材したものは黒子であるっていう、なんかこう最終的にはでもそれでも重要なことだから私たちは協力しましょうっていう、なんか最後までなんかこう下、なんていうのかな、まあそれでも重要なことだから私たちだけで出すよりは大手で出してもらった方がインパクトがあるからみたいな形で、そういう関係性に残念ながらなってしまうと、一緒にやりましょうっていうふうにならないとか、これをじゃあうちで出していきましょうっていうふうにはやっぱりならないですね。とってもとってもそれはやっぱり違うなっていうふうに感じています。はい、先ほど金平さんがまあ、トランプ就任後さらにメディアの状況が悪くなるとおっしゃっておりましたが、金平さんの最近受けられたインタビューで、それでも疑いすぎてテレビ自体を諦めないでほしい、例えば BBS とか地方局にもいい番組はたくさんあるんでというような答えをされていたかと思うんですけれども、我々その視聴者の、まあ、心得といいますかどう、いや、ね、はいはい、そのインタビュー受けた時はね、もうつまりあまりも僕は絶望的なことばっかり言うから、はい、希望がなくなっちゃうじゃないかっていう話で、はい、それだったらあんた辞めればいいじゃないって話になっちゃうじゃないですかそんなに嫌で苦しくて文句ばっかり言ってんだったら辞めればいいじゃないって話じゃないですか。だけど僕はまだギリギリのところで、まあ、まだ
あの今のテレビ局の内部か外部か分かんないところにとどまってるのは、はい、あの一つはねやっぱりあの簡単に諦めたくないって思いがあるんですよね。でテレビってたかだかまだ1953年に始まったんだよね、日本のテレビ放送っていうのは。でたかだかまだ何十年だ、64年ぐらいでしょ。大したことないですよ、僕の年齢と同じなんですよ、まだ青臭いですよ。でそれは他のいろんなメディア、例えば出版とかそういうものに比べるとまだそんなにあの可能性がこう追求され尽くしてないなっていうふうに思ってて、うん、でやっぱりあのテレビの今作ってる中でもやっぱ素晴らしいものを作ってる人がいてですね、でその数はすごく少なくなってきてるけど、うん、いるんですよね、そういう人って。でつい最近も あれ見たんですけど、あの大阪の MBS っていうところが作ってた、映像2017ってやつで、さまよえる小玉だったかな。でこれはあの、東京 MX テレビっていう曲があってですね、最近ニュース女子でちょっと話題になりましたね。ニュース女子っていう、まあはっきり言うとクズみたいな番組があってですね、でこれはもう つまりあのなんて言ったらいいんだろうな、さっきのポストトゥルースどころじゃないですよ。抽象とヘイトみたいなものを、まあ、地上波で流すみたいな番組があった時に、僕はもうそういうの見ててもう、地上波っていうのは一応総務省の放送免許のもとに、放送基準にのっとって、放送されるものの中にこんな2ちゃんを映像化したような、ヘイトが出てきたのかっていうんでもううんざりして、もう それに対してこう相手にするのも嫌だっていうふうに思ってたんですがね、そこの番組を作った人はそのデマとか抽象とかこう嘘というものを一つ一つこう実際に現場に行って潰していくんですよ、うん、みたいなね。例えばあの、デモなんだあれ、過激派が救急車を襲撃したとかなんかそんなこと言ってるんですよね。でそれ実際にそこの村の救急隊員に一人一人当たって、実際そういうのがあったのかっていうのを聞き取っていって、全然ないっていう。でしかもそこに使われてる映像も全然他のところから持ってきたような、そういう細かな潰し方をやるっていう。そんなことやったってあのすごくエネルギーが必要だし、そういうことをやるんですよ。とそれでその嘘とかそういうものっていうものを暴いていって、まあ反撃するっていうのかな。で反撃するような相手じゃないというふうに僕なんかも思うんですが、だけどそういうある種こうなんていうんだろうな、ヘイトとか虚偽の、言説っていうか情報にこう真面目に向き合うっていうか誠実に向き合うっていうんですかね、うん、そういう姿を見て僕は本当に感動してすごいなと思いましたよ、うん、でそういうことやってる人いるんですよ、はい、で実は東京 あのネットにはならないけれども、うん、例えば地方の映像祭とか地方の時代映像祭とかそういう、あるいは東海テレビなんてあの名古屋の放送局があるんですけどね、そういうところが作ってる放送局の中にのドキュメンタリーとか報道番組の中にはすごいものありますよ。で今日出てきた中で言うとエイミー・グッドマンっていう人はあのとても尊敬してるんで、ずっとこの間も会ってきましたけど、そういう人たちの、うん、質に近いようなことをやってる人たちが日本にもいるんですよね、うん、でそんな簡単にあの今の関わってるメディアを諦めるってことになると自分に対して、すごい伊佐山さんいますけど、その私に対していろんなこういろいろ教えてくれた自分の局の先輩とかそれから他の局の人たちとかテレビ文化をこう吸収しながら育ってきた、でそういう人たち、あるいは筑紫さんもそうですけどね、そういう人たちからもらったものに対して失礼じゃないかっていう気がするんですよね、はい、そんな簡単にもうダメだよとか諦めてもう今流れてるのはもうダメだよ、テレビなんか終わったよって言ってスマホとコンビニばっかり行ってるような生き方したくないというふうに思ってるもんですからね。でそれで、なんとか踏みとどまって、で、視聴者と一緒に、あるいはあのたまに自分も視聴者になってで同じいいものを作っていこうっていうか、そうすると力になるんだろうなっていうことはまだ僕は
諦めてないんですか、ね、はい、そういう意味で言ったんですか、ね、はい、まあ、ただその地方局で制作された優れたドキュメンタリーっていうものを見る機会があのなかなか少ないですよね。で例えばあのデモクラシーナウとかは、その日本と放送法の違いでそのに日本ではあのなかなか独立系メディアがテレビで放映されないっていうことなんでしょうか。あのデモクラシーナウはもう全米何百局の、局で放映されているかと思うんですけれども、まずあの、はい、金平さんがお話ししたその地方、ね、はい、局のものが、はい、まあ、なかなか目に、はい、あの触れないっていうその残念な現象というか、はい、それはまあ今だったらね、最近だったら東京だったら、まあ、ここの劇場じゃないですけど、はい、とある都内の劇場で最近はそのテレビの放送がね、あの例えばあの番組テレビを通じてじゃないけれども映画館であの流したりとかっていうような広がりっていうのは今までとない広がりっていうのは出てきたり、はい、まあ、これからちょっとねどういうふうに、まあ、インターネットの配信とか NHK が始めた時にどうなっていくのかっていうのは分かりませんけれども、ちょっとこれから、うん、地方のねものが見れる時代になるのかどうかっていうのは一つポイントかなと思うんですけど、それとは別に今あのお話ししてくださったように、まあその放送の回路のことでいうと、まあ、去年の春ごろ、総務大臣がですねテレビ局に対して、まあ、非常にこう電波を取り上げる的な発言があったときにみんな本当に初めてきちんと意識したというふうに思うんですけど、日本って本当にあの国家が政府が直接放送免許をやっぱり交付しているわけですよね、うん、これってやっぱり世界の中でやってる国って日本と中国と北朝鮮とベトナムぐらいの国であって、普通はと思うでしょそうなんですよ。例えばアメリカであったら FCC という、もちろん大統領が任命するからトランプみたいな人が任命するわけなんで、あの委員はね、あのもちろん課題はいっぱいあります。それから、まあ、イギリスだったらオフコムっていうあの機関があって、それぞれもちろん任命方法とか違うんですけど、一応政府からは独立した機関が放送についてはその免許を出したり、あるいはまあ他の国でいうと日本よりももう少し例えばこの時間帯には暴力は出しちゃいけないとかですね、いろんなルール付けをしたりとかっていうようなあの形で、まあいわゆる電波管理をしているんですけども、日本の場合やっぱりすごい直接で、どうしてもそのそういう意味で新しいメディアが参入していったりいろんなことができないんですね。で例えばアメリカだとですね、衛星放送市民で持ってるサテライトがあるんですよ。だから一つみんなで衛星を持ってる、みんなでお金を出し合って、でそれでいろんな番組があの独立した番組を流したり、あともちろんケーブルテレビの中にパブリックアクセスチャンネルというのがあって、これはあの自由に市民が持ち込んだ番組を放送できる制度なんですけれども、地域ごとに、まあ、アリゾナとかはちょっと最近弱ってきてるんですが、例えばニューヨークでもニューヨークのマンハッタンの真ん中に非常に立派なメディアセンターがあって、図書館みたいに自由に機材をあの借り受けて、でワークショップのコースがあるんですけど、年間1000人ぐらい、もう今ここにいらっしゃってるようなメディア好きの人たちはみんな受講すると、で受講すると立派なスタジオが3つぐらいありまして、そこでトーク番組とかあのいろんな番組をショーを作って放送することができたりするんですね。でそれはもちろんすごい大きな影響力を及ぼしているわけではないんですけど、でも一つの権利として多様な、まあ、言論を回路を出していくっていうことで、あれだけ大手のメディアがある中でも一方ではそういうものが、まあ、保障されているっていうようなことがあるので、いろんな、なんていうか角度で、まあ、コミュニケーションの権利っていう概念なんですけども、いろんな人たちがまあ、あの参加して映像を出していける、でデモクラシーナウのようにもう少し力がある独立したメディアになってくると、みんなの寄付によって全国3000カ所ぐらい の、 そのケーブルテレビで放送されたり、あるいはその衛星放送で流したりすることができるっていうことがありますので、まあ、ネットでも見れるけど、まあ、もちろん最初はラジオだったんで、あの番組はラジオで聞くっていうのがかなり重要なんですけど、まあ、そういうふうにラジオで聞く。でラジオについても日本の場合はラジオっていうとですね、
まあ、コミュニティラジオってそんなに影響力がないわけですけど、まあ、あの他の国はコミュニティラジオというのは基本的に非営利っていうふうに決まっているので、うん、非営利のものがコミュニティラジオなんですけど、大体みんななんか大学とかにラジオがあって、うん、1回ぐらいみんな DJ やったことあるみたいな感じなので、あのそういう意味ではいろんな、あの多分カナダに留学してた方なんかね、私大学の時にカナダで放送やってたのみたいな学生結構いるわけですけれども、うん、そういう意味では発信者になる、担い手になるっていうことと受け手になるっていうことがもう少しこう近いっていうようなところもあって、だから私はまあ、ね、日本で本当に難しいことですけど、うん、総務省が直接電波を免許を管理していて、しかも何でも総務省で会議をして市民がほとんど入らずに何でも次の制度が決まっちゃうっていう今のやり方が少しやっぱり変わってこないと、このなんか結構絶望的な状況っていうのは、うん、まあ、根源的には変わらないのかなっていうふうには思っています。はい、ありがとうございます。そうしましたら、せっかくですので会場のお客様からあのお二方にご質問ある方いらっしゃいましたら挙手お願いいたします。はい、あ、じゃあマイクは、貴重な映画とお話大変ありがとうございました。私自身あのイラクとかパレスチナカンボジアなどで働く NGO で働いてきたもので、まあそういう意味では世界ごく一部ですけど、世界あるいは世界の戦争の一部を見てきて、まあメディアではないんですけど結果的には日本にも報告できたかなと思っています。でお二人のご質問としてはですね、一つは、まあアメリカの状況とお話で大体分かりましたけれども、日本で、いわゆる主要メディアとオーターナティブメディアの関係、無関係なのか対立的なのか、ケースバイケースで提携といいますかね、協力しているのかというのが1点です。からまあアメリカはまあいろんな意味でまあ批判される部分も多いと思うんですけど、1点いいところはですね、公的なあの政策決定の会議のプロセスなどがまあ、その時にそのまま公表されなくても、ちゃんと記録が取られて保存され、まあ、10年後20年後25年後公表される仕組みがあって、この辺日本がすごく弱いと思うのは、そういう法律そのものがないのか弱いのか、あるいはまあ、政治的権力を持っている人は無視しているのかとあたり教えてください。今日はスノーデンを見てからこちらに来たので二重にインパクトのある、イベントでした。ありがとうございました。ちょうどそのことを言おうと思ってたんですけど、僕人違いしてて先輩だと思ってさっき間違えたことを言いましてごめんね。ネットと今の既存のメディアを対立的に捉えるっていう考え方はもう時代遅れだと思いますね。で、時代遅れっていう意味は伝送路の違いであって、放送がもう電波っていうその免許のもとにあるものだけを通じて見るなんていう考え方はもう死に絶えていくというふうに思いますよ。リアルタイムで大きな受像機の前に座って見るみたいな見方じゃなくて、大体こんなものとかこういうものとかでテレビを見るっていう時代になって、家にテレビがないっていう人がこの中にもたくさんいるでしょ。テレビなんかいらないっていう、そういうふうな、でしかし番組はテレビ局なり放送局が作っていくみたいな、そういう時代に行くのが普通だっていうか、そういうふうになると思いますよね。だからネット対あるいはオルタナティブメディア対メインストリームメディアみたいな対立的に捉えるっていう考え方っていうのはここはなくなると思いますよね、いずれ。でその方がいいと思います。でその過渡的な状況の中で日本ってすごい敵対的なんですよ。ネットはマスコミのことマスゴミっていうし、でマスコミの人間は何やネットだろうみたいな、そういうお互いがこう不幸な回路に陥っててお互いを否定し合うみたいな、僕は本当にずっと僕はテレビ局の中にいるもんですから、だけど、ネットは好きですね。どっちかというと自分は意図してやっぱりウェブマガジンとかそれから、フェイスブックとかそういうものは活用するに越したことはないっていうふうに思ってる人間なんで、全然使えばいいじゃないですかそんなものね。でそれは、敵対的になる必要はないっていうふうに思ってるんですが、たまに僕はネットの
割とこう、まあ、リベラルだっていうふうに思ってる人たちからものすごい手痛い、あ、かっこいいことばっかり言うなよと、お前なんか会社の金で生きてる、そのなんか寄生虫みたいなもんだろうみたいな、ひどい言い方をされてね。で、いや、そういうことを、その言い合うような関係になってしまうと、とても誰が喜ぶんだっていうふうに僕なんか思いますけどね。さっき言ってた、そう、例えば総務省の電波停止発言なんていうんで、地上波の、キャスターたちがこう会見なんかをやると、最初にあんたたちはそう言ったって組織の人間じゃないですかみたいなことをいきなりネット系の人から質問で言われたりすると、もうがっかりするっていうか、そうか、そういうところから来るんだみたいな、ことを考えたような記憶があるんですけどもね。で、もう一つはまあ、希望としてね、オルタナティブとか、僕は白石さんとかやってるその、アープラとか、それから神保哲夫さんがやってるビデオニスドットコムとか、それから岩上さんがやってる IWJ とかっていう、そういうところのメディアでのアウトレットっていうかね、成果みたいなものすごく尊敬してて、例えば復興省か、復興庁の官僚、ね、が匿名で被災者を罵倒するような、こうずっと書き込みをやってたっていうのを暴いたのはアープラですからね。ああいうようなものって本当はちゃんとやればいいのにやれないんですよね。やらないっていうか関心がない、そもそもなくなってしまってるみたいなのがあって、それからおしどり眞子さんなんてのはずっと原子力規制委員会の会見で頑張ってずっと質問してて、それを IWJ がずっと流してたりとかね。だからビデオニュースドットコムなんかも例えばなりすましだな、ネットのなりすまし犯のやつなんかをものすごく深くずっと追及し続けたり、あるいは美濃加茂市長選挙なんていう、なかなかネットが取り上げない、ネットワークが取り上げないようなものをものすごく深く取材してたりみたいなものを知ってるんでね。で、そういうのっていうのはお互いに本当は刺激し合うような関係だと思うんですよ、ね、でそれがなんかお互いが対立し合うっていうのは不幸な構造だなと思ってて、僕自身は実はエイミー・グッドマンのデモクラシーなどからたくさんいろんなものをもらって、実はこっちで日本で向こうでやったものをこっちでやろうっていうふうに思っててやったんですよ。例えばほらウィキリークスが暴露したんですけど、上から機銃照射をやるやつあったでしょ、ヘリコプターで民間人を殺すやつ、あれ最初に日本でフルバージョンで出したのはね、TBS の CS ですよ、ニュースの視点で全部流したんですよ、あれほとんど。ところが地上波の、いや殺すところは残酷だからどうだみたいな感じで会議を開こうなんていうことになっちゃうわけですよ。だけどああいうものとか、それからこの間実は僕はノースダコタっていうのパイプラインの計画、ダコタアクセスパイプラインだけど、それを取材するきっかけになったのは、実はエイミー・グッドマンが、デモクラシーなので、あそこの先住民をですね、ドーベルマン、犬を使って蹴散らすんですよ、噛ませるんですよ先住民をですよ。でそれを現場で彼女がリポートしてるのを見てて、僕はもう頭下がる思いしましたね。そういうことを多分向こうのネットだってそんな長く取り上げないんですけど、僕はそれ見てやっぱり日本から行こうと思いましたね。それなぜかっていうとね、なんか似たようなことってあるんだろうなっていうふうに僕は思って、相手には言わなかったですけど、沖縄で起きてることっていうのとそっくりだなっていうふうに僕は思ったんで、行ったら向こうの人は知ってましたよね、沖縄のことをね。そういうのをこうやると、案外僕はそのメディアの違いとかネットとかそういうのを超えて志がある人たちっていうのは絶対につながれるもん、つながることができるんだな。さっきあそこに出てきたようなマイケル・ムーアとか、そういう人たちっていうのは絶対つながるし、グリーンフィールド、エイミー・グッドマンもそうだし、そういう人たちっていうのはなんか分かんないですけど、どっかつながっちゃうんですよね、 IF ストーンとか、でそれはなんだろう、それはジャーナリズムのいいところで、誰か言ってましたね、映画の中で、
ジャーナリズムっていうのは生き方だっていう。で、僕は本当その通りだと思いますね。で、生き方にどこに所属してようが何してようがっていうのは関係ないですよ、ね、で、そこに希望を僕は持ちたいというふうに思ってるんで、なさい長くなってすいませんね。あの2番目のね、あの情報公開とか公文書でね、そのデータを残すっていうことに関してちょっとコメントしたいと思うんですけども、おっしゃる通り私たちみたいに それこそ本当に官僚とか全然こう取材が難しい、やっぱり大きなメディアであればあるほど、それこそ安倍さんと一緒に出てた解説委員の女性の方みたいに特別な情報を常にもらえるようなね方は、それはもうネタ元があってですね、常にフレッシュないい情報がもらえるわけですけど、私たちのように常に冷や飯っていう人間からするとやっぱりそのきちっと残ってるデータを分析するっていうね、あのその調査報道の手法というのはとってもあの重要なので、まあ、もちろんあの特に 3.11 以降漁るように情報公開してるんですけど、やっぱりですね日本の場合あのすぐに日誌を捨ててしまう国でもありますので、あのすぐに本当に捨てちゃったり黒塗りにしてしまったりっていうことで、やっぱりそのアメリカに比べると資料の保存とかこうあの公開っていうのがとってもあの不十分不徹底だなと、それは法的なあのこともありますし、法律以上に運用の中で、まあ、あの非常にこう制約されているかなと思っているので、例えば沖縄の密約事件というね、あの大きな西山さんという毎日新聞の記者の方が暴いていったようなものもアメリカで出てから日本でだいぶ経ってから出るというような、でそれも最後まで出さない、ビキニの水爆実験の被爆線量もアメリカで出して、それで何度も何度も交渉してやっぱりないないないって言って探したらある、必ず探せばあるっていう感じなんですね。あの今の防衛省もまさにそういう感じですけれども、だからそういう意味ではここの部分がね法的にもう少しきちっと整備されて、それをきちっとしないあの官僚というかですね行政に対してある種のこの制裁が加えられるようなことがあれば、もう少しまあメディアの多様性とかいろんな取材が可能になるかなというふうには思います。それからあの金平さんおっしゃったそのオルタナティブメディアとねネットメディアでいうと、あの我々なんかやっぱ人数が少ないので、あらゆる人たちがジャーナリストだと思っているというか、あらゆる専門家だというふうに思ってるんですね。それは本当に市民一人一人があの当然のことながら、ある種お医者さんだったら医者だから専門家ですし、イラクに行ってらっしゃる NGO の方だったら当然のことながら普通のジャーナリストよりもイラクのことは詳しいわけです。だからそういう方々と一人でも多くあのつながっていければいいなというふうに常に思っていますし、あのちょっと最後に絶対宣伝しないとなんかスタッフが怒っちゃうという話で言うと、ちょうど私たち映像のワークショップをやっていまして、皆さんのお手元のあのチラシの中に宣伝があるのでぜひあのチェックしていただきたいんですけど、そのワークショップなんか映像を作るワークショップなんですけど、結構新聞記者の方とかテレビ局の方も参加して市民とか学生と一緒に映像を作るんですね。で普段仕事の会社の組織の中で作るのと、また個人になって映像と向き合うっていうのと、まあ、違ったりして、であのそれぞれそういうあの普段の所属と関係なくやっぱり私たちの団体と関わったりとかして、であの一緒にまあ考えたり作ったりっていうあのことが今なんか、まあ、広がっているというか、あの私たちはやっていきたいなというふうに思っています。今ちょうどですね、前期秋の時期に読売新聞を辞めた方がですね、今リニアモーターカーのことをすごい取材していて、リニアモーターカーってほとんどあんまりやんないんですよね、新聞やテレビでも。で彼はあの読売新聞辞めてから実家が岐阜なので、もうすごいんです、徹底的に もう JR 東海はもう顔を見られただけでもですね、あの石ぶつけられるぐらいにあのもうなかなか取材が難しいんですけど、あの一生懸命あの取材をしてまして、で今回来週23日にアープラネット TV ですごくちっちゃいサロンで上映会をするんですけど、それは皆さんもあのご存知かもしれませんけれども、相模原に大きな車両基地が、飛行場ぐらいの基地があの相模原の駅の前にできるんですけれども、あのそれの、まあ、ドキュメントを、まあ、彼と若い何人かで作ったんですけど、まあ、そういうものもあの、まあ、何人かでグループでワークショップで作って、その後個人でもあの継続取材して、で最終的にはもっともっと大きい映画とか、あるいは場合によっては番組とかに流せるような形にこう発展させられたらいいなというふうに考えていて、まあ、立場を超えてそれぞれが関心のある、あるいは得意分野というものを
私は映像が好きなので映像という形でも、まあ、活字でも写真でもいろんな形でみんなが使えるようになれたらいいなというふうに、まあ、常々思っているところです。はい、ありがとうございます。では、もしまだご質問ある方いらっしゃいましたら、あとお一方だけ。どうも面白い映画とお話をありがとうございました。ですね、ちょっとふわっとしたお話なんですけど、この映画のタイトルもそうなんですけど、嘘は暴いた方がいいというのが前提になってるかと思うんですけど、一方で嘘であっても自分の望む情報が入ってくればいいと、でなんかそういう風潮がちょっと高まってるような気がしていて、それがなんかみんなちょっと不安に思ってるところじゃないかっていうようななんか感覚があるんですけども、ちょっとそういったところについて、まあポストトゥルースとかオルタナファクトとかそんな単語ってそういうのの象徴かなと思うんですけど、ちょっとそういったところについてご意見いただけると嬉しいなと思います。お願いします。それが今一番新しい局面だと思ってて、オルタナティブファクトっていうのとポストトゥルースっていうのは、これ誰だったかな、誰だっけ、あれ一番最後まで共和党で争った、トランプと一緒に争った、テッド・クルーズだな、テッド・クルーズの選挙参謀がつい最近しゃべってた話ですけど、大衆というのは、大体のことがうまくいってたら嘘でいいんだと、だから大体のことがグレートであるならもっともっと嘘言ってくれと、気持ちいい嘘言ってくれと、本当である必要ないっていうふうに、どうせマスコミなんか本当のことは言わないんだから、もっとより気持ちのいい嘘をついてくれ、嘘だ、もう気持ちのいい嘘をどんどん言ってくれっていうふうになってるっていうね。でそれって僕はそのとんでもないことだと僕は思ってるんですよ。だけど多分それって時代の空気として、嘘って本当か嘘なんていうのは相対的な違いにしか過ぎないんだから、どうせ報じるんなら本当らしい嘘、気持ちのいい嘘をついてくれっていう空気がものすごい蔓延してんじゃないかなと。でそれって多分ね、僕は思うのはその情報の取得っていうか、情報を自分がこう取得する時のテクノロジーの進化で、新聞とかテレビっていうのがダメになってって、ネットとかスマホっていうふうになった場合に、一時的な情報源、ここから世の中のことを知るってなった場合に僕ら何やるかっていうと、ヤフーとか何とかパッてやってですね、で自分の興味のあるところだけクリックして、そこをどん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 読み込んでいくっていうのは他のものを排除していくってことですよね。興味のないものを排除していくんです。それから反対意見を排除していく、自分の興味のないものとか気に入らないものは即排除みたいな。そうするとですね、選択してってんですよ。で選択的な情報取得っていうのは、つまり真実とかもっとそのトゥルースみたいなものを求めるっていうんじゃなくて、さっき言ってた耳障りのいい、聞き心地のいい、ライっていうか、嘘でもいいじゃないかみたいな、でそういうふうに世の中こうシフトしてってんじゃないかなっていうふうに思っていてですね、それは昔ながらのメディアにとってみるととっても逆風ですよね。だから僕は実はそういう世の中であるからこそ、っていうような、本当はこうだったんだよねみたいなことの真実っていうことの方が僕はよりこう価値を増してくるんじゃないかっていうふうに思ってる人間です。それが受け入れられるかどうか、僕は本当に今あれですけども、本当の真実の力とか事実の力って強いと思いますよ。っていうような事実突きつけられた時には、やっぱりさっきの南スーダンのやつだって破棄してたっていうやつの実際の日報っていうのを見てみたら、そこでものすごい戦闘とか起きてて、着弾したりしてるんですよね、日本の自衛隊の陣地のそばにね。それ隠したいわけでしょ、だから廃棄しましたみたいな、なんであんな嘘をつくのかなと思うけど、それを布施さんっていう、布施友人さんという人がずっと情報公開法に基づいてやったら、あ、
やっぱりありましたみたいな形でそれをこう、だって見せた時のやっぱり力っていうんですか、ほとんど墨塗りなんですけどね、でもそこから読み取れるものってやっぱあるんですよね。でその力って僕は強いっていうふうに思いたいですけどね。あの一つはですね、嘘をついてるというかですね、まあトランプなんかもそうなんですけど、もう思い込んでるというか、嘘と思いたいこと自体が嘘をついてるという感覚じゃなくなってる人がとても多くって、あの先ほど出た MX のニュース女子っていう番組なんかもそうなんですけど、むしろ信じちゃってるっていうか、言ってる側がもう事実はどうでもよくなっていて、曖昧なことを喋り続けているうちに、まあ本当にあの戦争を勝ってる勝ってるって言ってる、みんながこうなんか勝ち続けてると思い込んじゃってるみたいな、そういうやっぱりあの麻痺した状態っていうのは今すごい強いかなというふうに思うんですよね。で一番やっぱりその今あの事実は強いと思うっていうね、あの金平さんがおっしゃいましたけども、結局嘘って絶対に最後はあの暴かれるんですよ。嘘をつき続けたまんま歴史が進み続けて、いつまでもそれが明らかにならないっていうことは、あのもちろんそれが10年なのか20年なのか100年なのかっていう問題はあるんですけど、現実的にはみんなあの冷める、あのいつかは誰かが明らかにあのしていくと思うんですけど、それは本当に早いに越したことないって、なるべく早くにそれをやっぱり突き止めるのがあの我々の仕事というか、でやっぱり例えば今回昨日ですか、大騒ぎになった東芝のね、ああいう粉飾みたいな、まさに嘘なわけです。なんかこうもうでもあれ会社の人たちも嘘か本当か何が起きてるのか分かんないぐらいにもうあのなってしまっているっていう状態ですよね。でやっぱりつけばついてる嘘が大きければ大きいほど、その暴かれた時のショックというのは非常に大きいわけで、多分戦争の時もね、みんな玉音放送を聞きながら、ああ負けたって言った時に、まあ、ある種の嘘というか信じ込まされていたものがこう落とされるっていう、そういうあのことで、なるべくそういうふうにならない、みんなが悲劇を迎えないっていうために、まあジャーナリズムというか まともにものが選択できるっていうことがやっぱり重要なわけですよね。でもちろんそのメインストリームのメディアっていうのがどうしてもそのコマーシャリズムとかあるいはポピュリズムという中にあって、どうしてもそれが気持ちのいいものに出したくなってしまうっていうあの構造的な問題を抱えている中で、まあ、まさにその見ている側の力も問われると思いますし、あの、まあ、日本においてはその小さいメディアや中くらいのメディアがもうちょっとまあ頑張っていったりしなければならないのかなというふうには思っています。はい、ありがとうございました。それではそろそろお時間が参りましたので、これをもちまして終了とさせていただきます。今日は2人ありがとうございました。